皆さんこんにちは、ことふみです。いつもご視聴ありがとうございます。トラオヤブンの声明をご紹介します。2023年2月9日、こちらはもともとはビデオメッセージになっております。フロリダ州のトラオヤブンの邸宅。トラオヤブンはアメリカのエネルギーを解放する必要性を強調する新しい制作ビデオをリリースしました。梅田の失敗したリーダーシップの下で急騰した中流階級の家庭のエネルギーコストを引き下げ、過激な梅田政権によって導入されたエネルギーを破壊する規制を大幅に修正することによって、アメリカのエネルギーを解放する必要性を強調しています。一般教書演説の中で、梅田は少なくともあと10年間は石油が必要になるだろうと述べました。それは彼が完全に近視眼的であり、アメリカのエネルギーの重要性について現実から切り離されていることを証明しています。トラオヤブンがアメリカのエネルギーを解き放つ計画を発表するのをご覧ください。そして動画が貼られています。こちらはランブルのトラオヤブンのページでご覧いただくこともできます。アメリカのエネルギーに対する梅田の戦争は58年間で最悪のインフレの主な要因の一つであり、アメリカのすべての家庭に非常に大きな打撃を与えています。トラオヤブンは言います。梅田はエネルギーの独立を達成するために私が取ったすべての行動を覆しました。政権奪取後、私たちはすぐに世界中でエネルギーを支配するようになるでしょう。私が白い家に戻ったら、親米的なエネルギー政策をすぐに復活させます。この偉大な取り組みは、気候変動の終末に関する政治的予測に理不尽に恐怖を与えるのではなく、アメリカの若者に希望や熱意を取り戻すのにも役立ちます。低賃金や左翼の埋め合わせプロジェクトのために苦労する代わりに、若いアメリカ人が本当の意味を見つけてもう一度働く機会を与えます。それはわずか2年半前に力強く繁栄し、生産的で活力があり、現代的で独立し、自由なアメリカのバックボーンを構築したようにです。以上が要約です。そしてここからはトランスクリプトになります。タイトルはアジェンダ47、トラオヤブン、アメリカのエネルギーを再び独立させることについて。梅田のアメリカのエネルギーに対する戦争は58年間で最悪のインフレの主な要因の一つであり、アメリカのすべての家族に非常に大きな打撃を与えています。梅田はエネルギーの独立を達成するために私が取ったすべての行動を覆しましたが、すぐに私たちは世界中でエネルギーを支配するようにするつもりです。エネルギーの優位性。彼はキーストーン XL パイプラインをキャンセルし、恐ろしいパリ気候協定に再び参加しました。これはアメリカにとって不公平であり、他の国にとっては良いことですが、私たちにとっては非常に悪いことです。彼は新たな石油、ガス、石炭の生産やその他多くのことに対して巨大な障害をもたらしました。事実上、梅田の反米エネルギー十字軍は、あらゆるものに対する大規模な増税です。エネルギーコストが高くなり、食品、原材料、輸送、建設、製造、その他すべての価格が上昇します。梅田の急進左派グリーンニューディールから現在最も恩恵を受けている国は C 国です。アメリカの高エネルギー価格は C 国への贈り物であり、重工業を海外に駆り立てる主な要因です。ものづくり先進国を目指すなら、低コストのエネルギーを生み出さねばなりません。それなしでは豊かな国にはなれません。そして、もしあなたがアメリカを脱工業化したいのなら、梅田がおそらく無意識のうちに行ったように、ここでエネルギーのコストを可能な限り引き上げようとするでしょう。それは私にはわかりません。だからこそ、梅田のエネルギー政策は、C 国のエネルギー政策なのです。C 国は愚かなグローバリストの気候変動協定に署名し、すぐにそれを破るのです。彼らは彼らの取引に応じていません。私が白い家に戻ったら、親米的なエネルギー政策をすぐに復活させます。ご存知のように、私がボスだった時、C 国は米国に数千億ドルを支払いました。
他の大統領は10セントも手に入れていません。チェックしてみてください。私は選手の弁護士チームを展開して国内生産を妨げる連邦登録簿の不必要な規制をすべて追い詰めます。そして私たちはそれらを政策から一掃します。私たちは再びパリを離れます。パリ協定を離脱します。またすべての価値あるエネルギーインフラストラクチャープロジェクトの承認を迅速に発行し、価格を急速に引き下げる最大速度に焦点を当てます。将来の発電所、パイプライン、配電網、港、製油所、出荷ターミナルの建設に何千人ものアメリカ人を投入する予定なので、これらの提案を今すぐ準備してください。ほんの2年半前のように、再び非常に安価なエネルギーを利用できるようになります。この偉大な取り組みは気候変動の終末の政治的予測によって不合理に恐れられるのではなく、アメリカの若者に希望と熱望を取り戻すのにも役立ちます。低賃金や左翼の埋め合わせプロジェクトのために苦労する代わりに、若いアメリカ人が本当の意味を見つけて2年半前にバックボーンを構築したように、もう一度働く機会を与えるというビジョンを持っています。力強く繁栄し、生産的で活力があり、近代的で独立していて自由なアメリカ。私たちは次のトラオヤ文政権の下で国として再び偉大になるでしょう。アメリカの雇用とアメリカンドリームの復活はアメリカのエネルギーの復活によって支えられます。アメリカ合衆国ほど足元に液体の金を持っている国はありません。そして私たちはそれを利用し、それによって利益を得て、それと共に生きます。そして私たちは再び金持ちになり、再び幸せになります。そして私たちは再び誇りに思うようになるでしょう。どうもありがとうございます。